それでは第30回ゴールデンジョッキーカップ開催記念特別企画ということで、ついに競馬界のレジェンド、この方にお越しいただきました。武豊ジョッキーです。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、いや豊さんに来ていただいたということで、まずはこちらのね、趣旨説明からちょっとご説明させていただきます、はいはい、9月14日の木曜日にですね、園田競馬場で開催されます第30回ゴールデンジョッキーカップ、中央地方で2000勝以上挙げたジョッキーだけが参加できる、このジョッキーのグランプリともいえる園田競馬主催のビッグイベントになりますが、武さんは2011年の第20回大会以来10大会ぶりの出場ということですが、あ、そうなりますか、はい、そうですね、ちょっと空いてましたね。今のお気持ちいかがでしょうか。いや、まあ久しぶりに参戦できるんでね、楽しみにしてますよ。今回10大会ぶり出場を決めたこう経緯みたいなのって豊さんあるんですか。まあこれまでもね、その間何度か、声をかけていただいたんですけど、うん、まあ、ちょっと凱旋門賞のトライアルの、ね、時期とかぶったりとかで、はい、まあ、そういう日程的な問題もあって、うん、まあでも今年は国内にいるんで出たいなと思って。いや、すごいですよね、はい、しかもやっぱり2000勝以上の、ね、ジョッキーだけが参加できる、かなり特別感というのもありますけど、そのあたりってこう雰囲気など今までこう味わってきていかがですか、伊藤さん。まあやっぱり普通のね、時とは違って、やっぱりそれだけ実績ね残してるジョッキーだけなんで、うん、割と先輩もいたりしてまあまあ乗ってて楽しいレースですね。そうですよね、はい、だってもう今ね JRA などでももちろんね、横山のリーロジョッキー、柴田芳美ジョッキーいますけど、最年長になることやっぱ、ね、多いですもんね。そうです ね、 本当に周り見て、あ、自分が一番上だなっていう方が多いですからね。そうですよね、はい、なんかこう今までゴールデンジョッキーカップ、はい、今までこのゴールデンジョッキーカップで、はい、なんか印象に残っているこうレースとか、なんかこう出来事とかなんかあったりはしますか。いや、まあ、ジョッキー紹介の時なんかでね、はい、まあ、初めて出た時かな、うん、本当自分が若手に見えてなんか新鮮な感じだった光景を覚えてますね。そうですよね、武さんはこう、ね、2004年に初出場ということで、うん、そこから、ね、6回出場されて、うん、最高が3位ということなんですけど。あ、そうですか。そうですね、あんまりこう、はい、なんかいい結果を残せたイメージは確かにないですね。うん、でもやっぱお客さんの熱気とかでやっぱ肌でやっぱ感じますか。それはすごいですね、本当に声援も多いですし、うん、皆さんやっぱりこのシリーズ楽しみにしてくれてるのかなっていうのは思いますね。そんなゴールデンジョッキーカップですが、今回武豊ジョッキーをはじめこの方々が揃ったということなんですよ、うん、まさにレジェンドという、ね、方々がも揃ってますけど。そうですね、でも結構やっぱね、新しく参戦するジョッキーもいるし、はい、この中でもやっぱり僕年上の方かな。そうなんですよ ね、 ね、はい、そうですね、そうなんです。おっしゃる通り、確かにこうして見ると横山典弘ジョッキーですか、もう普段 ね、 ね、乗ってらっしゃる、はい、ね、ね、横山典さんの次も豊さんになるっていうことですもんね、はいはい、やっぱ普段会わないね、ジョッキーの皆さんともそうですね、まあ、交流競争で行った時にっていう感じですから、うんうん、まあ、またこうやって各地からね、全国から集まってるというところがなかなかないことなんで、はい、そうですよね、うん、なんかこうたくさんの中で親交あるジョッキーとか、こうちょっと気になるジョッキーとかいらっしゃったりしますか。もちろん、ね、いやでももちろん仲いいジョッキーもいるし、あ、はい、まあ、みんなよく知ってる、もう本当に古い付き合いのジョッキーばっかりですね、うん、ちなみにその中のこうより顔なじみの方といいますか、なんかそう、結構喋る方は、まあ、コーチ、はい、コーチの2人ね、赤岡君とか宮川君とかはね、割と僕コーチ行った時なんか一緒にご飯食べたりとか飲んだりとかね、そういうこともありますし、はい、まあ、山口勲さんもすごく仲いいですしね、はい、地元兵庫勢のこのお三方はいかがですか、豊さん、豊さんの中で。いや、まあ、やっぱりね、地元っていう意識が強いと思うんでね、はい、やっぱりすごくこういいレースしよう、いいとこ見せようという気持ちがね、強いと思いますし、うん、まあ、またやっぱり一番慣れてるジョッキーですからね、そのコースにね、そういうのはやっぱりレースに行ってこっちもやっぱりこう参考にしたりはしますしね。そんなね、今回のレースもこう園田で行われるわけですけど、はい、この園田競馬場の豊さんの中でこう印象といいますか、こうイメージっていかがですか。まあ、やっぱり小回りですからね、直線も短いですから、ポジション取りとかね、かなり重要になってくるのかなと思いますし、あとまあ砂もね、
去年とかでちょっと変わったのかな、うん、でやっぱり、まあ、それなりにまた傾向なんかも、ね、出てきてると思うのでその辺も注意して乗りたいなという感じですね、うん、そんな武豊ジョッキーですが今年は、ね、兵庫チャンピオンシップ水戸の王で、うん、もう見事な勝利飾っていらっしゃいましたけれども強かったですね、まあ、初めてあの馬に乗ったんですけどね非常に強くて、まあ、園田でそうですねなんか久しぶりに重賞勝ったなって感じはしましたね逃げてね6馬身差圧勝でしたもんね、はい、そうですね、まあ、次のジャパンダートダービーも惜しかったですけどね、うん、楽しみなね水戸の思う馬ですけれども、うん、さあそして今回ね武豊ジョッキー園田のお話いただきましたが、うん、ちょっとここである園田競馬所属のジョッキーからメッセージを預かっていますので、はい、ちょっとご覧いただいてもよろしいでしょうか、はい、豊さんお久しぶりです吉村です、いつも応援してますテレビながらでいつも応援してますんでこれからもお怪我なく頑張ってください豊さんがスペシャルウィークでダービー初めて買った時のポスターを実家の僕の部屋にずっと貼ってます、これからも体に気をつけて頑張ってください、はい、はい、ということで吉村ジョッキーからお話いただいたんですがちょっとね若干緊張されてるような感じでしたね、まあ、そうだと思いますよ多分ねなかなかジョッキーからジョッキーへ画面通してっていうのは、まあ、照れくさいところもあると思いますしねしかもね、はい、武豊ジョッキーですからねやっぱり吉村ジョッキーいやいや、まあでもよくねもちろん彼も JRA で乗る機会もありますしまあもう何度も乗ってますけどね一緒には、はい、まあその僕のポスターを貼ってたことは知らなかったですねはい、実家のね、まあ、まさにこう競馬少年といいますか、ね、そうだったんです ねスペシャルウィークのねなんかねレース後のシャワーとか一緒になるとちょっと気まずいですねでも普段から吉村ジョッキーともこう交流というかお話はもちろんそうですね、はい、まあ、やっぱり園田行ったらね、うん、その馬場稽古なんか彼に聞いたりもしますし、まあ、やっぱり一番ねリーディングジョッキーで一番勝ってますからね、うん、どういうレースしてるかなとかどういうところ通ってるのかなというのはいつも見てますね。そうなんですね。性格的には吉村ジョッキーこう竹さんから見てどんな方なんですかいや仕事に関してはめちゃくちゃ真面目ですけどね、普段明るくてまあ、そもそもジョッキー比較的そういうジョッキーが多いんですけどねすごい明るいというかね芸達者というか、ね、そういうジョッキーが多いんですよ。芸達者なんですか。なんかね、はい、まあ、園田出身の岩田くんとかね。確かに岩田康成ジョッキーは小牧さんとかもそうだしね。そうですね。なんかそういうキャラのジョッキーが多いですね。そうですね。こう明るい方多いです、ね、みんななんかなんでしょうね。園田のそのジョッキーのなんか雰囲気とかね、ジョッキールームとか権力士とかでもみんな明るくて、若手も先輩もね、もうなんかすごい和気あいあいと。まあレースは厳しいですけど、うん、降りたらみんな。そんな感じですね。そうなんです。結構土地土地でじゃあそのジョッキー柄みたいな出るものですか。確かにちょっとあるかもわかんないですね、うん、そうなんです。その中でも兵庫はこう明るい方が多いと。そうですね。ということでありがとうございます。そして今ね吉村ジョッキーからお話もありましたが、うん、注目は何といってももう今回の目玉の一つでもありますもうねマルヒって書いてあるんですけども、はい、ほぼねご覧になっている方もわかると思いますが、まずじゃあこちらからめくらせていただきます。じゃじゃんとね、はい、なんといってもこの勝負服、武豊ジョッキーのまたねぜひ言葉でお聞きしたいんですが、はい、そうですね、まあ、今回、まあ、主催者の方からね勝負服を自分 のデザインとか、まあ、自分で好みで決めてくださいっていう、まあ、そういうのなかったんでね、うん、今って言って戸惑ってて、もう札幌で横山のりさんと一緒にそれ聞いて、いやどうしようって話をね2人で、いやでもまあそんなの考えたこともないしなって言ってて、あふとこうファンはじゃあ何を着たら喜んでくれるかなっていうのが2人で喋って、でふとまあ僕はじゃあスペシャルウィークで行こうかな、まあ、それでそうですね、そのスペシャルウィークの時に着てた薄田オーナーの勝負服で行きたいと
と申しましたね。いやもう痺れますよね、はい、本当にあの、まあ、何年も来てないですからね。あそうですよね、はい、それこそでも武豊ジョッキーというのはもう本当にもう名だたる名馬に乗ってこられましたけど、まあ、スペシャルウィークその中でも行こうと思ったのは、まあ、そうですね、 初めてダービーをね、僕をダービージョッキーにしてくれた馬ですし、まあ、もう数年ね、まあ、リーチ・ザ・クラウンとかでも来てたんですけど、もうしばらくこの服着てないし、オールドファンが喜ぶのかなとか吉村くんが喜ぶのかなとかねいや本当そうですよね、はい、もう私も小さい頃もちろんダービーの豊ジョッキーのこの勝負見てましたし、はい、吉村ジョッキーはねもう部屋に飾ってるってことですから一番興奮されるかもしれないですよね、もしかしたらね絶対ね、というところでありましたけれども、 それで、はい、まあ、僕はスペシャルウィークで行こうかなって言って、はい、そうするとのり、まあ、横目のノリさんがそれいいねって、じゃあ俺はって言って、さすがもうこの丸日が何か分かるわけですねもう豊ジョッキーさすがです、もうこちらオープンしたのです、はい、この勝負服目白ですよ、ですね、目白ライアンで着てた方ですね、そうですよね、はい、やっぱりファンのイメージはありますもんね。いやもうめちゃくちゃ鮮明にありますし、うん、しかもその時じゃあ一緒に本当ね今お話ししてますけど、2人で考えて、でノリさんがそう言った時にいや俺がそれ見たいなって言って、はい、すごいですね、まさにレジェンド企画といいますかね、え非常に、まあ、豊ジョッキーもマックイーンはね目白はね乗ってらっしゃいましたけど ね、はい、まあでもまあ本当に懐かしく思ってくれるファンもいるんじゃないかなと思いますし、うんうん、なかなか自分自身もね久しぶりに着れるっていうのでちょっと楽しみにしてますよ。いやそうですよね、横山典弘ジョッキーもじゃあやっぱりじゃあもうこれでっていうのはかなり思い入れ深い、もちろんでしょうね、うん、彼の口からすぐ出ましたからね、うん、そうですよね、本当にでもメジロライアンといえば武豊ジョッキー、オグリキャップと乗ってね、そうですね、対戦して戦っておられますし、マックイーンとも ね対戦してますし、すね、はい、印象いかがでしたか横山典弘ジョッキーのライアンという、ライアンやっぱり強かったですよね、またなんかノリさんとのこのマッチングがすごいねぴったりみたいな名コンビだったような印象はありますね。いや楽しみですね、豊ジョッキーのこのねスペシャルウィークの勝負服、そして横山典弘ジョッキーの目白ライアンの勝負服、これがまたね園田競馬場で見られるっていうことですからねまたよりこう近いところでね、うん、お写真もね撮ったりなんかできますからね。そうですね、まあ、僕自身も写真撮りたいなと思ってますからね、はい、いいですね、まさにね典弘ジョッキーとも撮っていただいて、はい、撮りたいですね、はい、レジェンドでありがとうございます。さあそしてここで再び2000勝以上挙げているジョッキーたちの中でももちろん武豊ジョッキーは憧れの存在ということで、うん、こんなジョッキーからまたまたメッセージいただいておりますのでご覧ください。改めまして吉村です。ここ最近ずっとカレカツをしてるんですけど、え豊さんのおすすめのカレー屋さんがあればぜひ教えていただきたいですよろしくお願いします。愛車が何か知りたいのと、あと何台車を所有してるかっていうのは聞きたいです、よろしくお願いしますいいですね、その競馬は全く関係ない感じ、はい、そうなんですよということでまさにでも憧れの存在ということで、ね、はい、吉村ジョッキーと下原ジョッキー、はい、もう私生活も気になるということで、うん、ね、吉村ジョッキーは、まあ、カレーカツしてるんですね。カレーをよく召し上がって、でも僕も好きなんですよ、多分それ知っててかなと思うんですけど、はい、おすすめって言ってもすすめのカレー屋さん、ね、でも家の近所のね、はい、本当が多いですし、いや逆に僕はその園田の近くの美味しいとこ聞きたいですけどね、うん、そしたら競馬の帰りとか ね食べて帰りたいなと思うし、確かに、まあ、それは本人に聞きますわちなみに武さんはおすすめですか、はい、ま、どんなカレーが好きですか、こうカレーといったらたくさん種類もあると思いますけど、まあ、スパイシーな方がいいですね、まあ、ルーカレーなんですけどね、ちょっと本格的な感じの方が好きかな、インド系とか、あスパイスが結構効いてる感じの、はいはい、そうですね、あスパイスカレー系が、スパイスカレー系ですね、関西多いですもん ね、はい、今ね、でも北海道今年ね夏ずっと行ってて、うん、そうですよね、北海道行くとやっぱりスープカレー行きますねいやよく行きましたね。あじゃあやっぱり武さん自身もカレー本当にお好き、ね、そうですね、はい、刺激を求めていや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 、そして続いて下原ジョッキーももうすごいプライベートなね質問されてましたけど愛車は何ですかとおっしゃってましたけど、まあ、一応メルセデスの方を、はい、一応アンバサダーとかもさせてもらってるので、はい、乗ってますね。お車は結構好きですか、よく乗り、はい、まあ、普段ね、まあ、仕事
で普通に自分で運転していきますし、うん、まあ、一番よく使う移動手段ですよね。そうですよね、はい、でも何台くらいお持ちですか、下村長。一応2台、はい、ありがとうございます、はい、乗ってます。もうジョッキーしかできないような質問ですよね。私たちがもう恐れ多くて聞けないと言いますか、直接聞けないのね。確かに。でもやっぱファンの皆さんも気になるところは、ね、あったりすると思いますけど、はい、でも豊ジョッキーは例えばこう勝負飯じゃないですけど、やっぱカレーをお好きっておっしゃってましたけど、うん、なんかこう大きなレースの前にはこのご飯食べるとか、なんかそういう勝負飯とかだったりってあったりされますか？それはね、僕あんまりないんですよね。全くそういう験担ぎとか、うん、こう決まった運びはないですね。本当にもう本当その日その日の感じですね。ルーティン的なのもあんまりないですね。そうなんですね。あまりそこは気にしない方かもしれないですね、うん、じゃあ自然体で豊さんは。そうですね、何にも決めてないですね、はいはい。そうなんですね、ありがとうございます。またでも豊ジョッキー気になるところで言うと、うん、ちょっとこうなんかこう自分なりのご褒美じゃないですけど、うん、なんかこうプチ贅沢みたいなのがありましたら、なんかこう最近ハマってるものとかでもいいですけど、あとちょっとお伺いしたいんですけれども、なんかこうプチ贅沢なんですか ね、 なんかこうね、勝利したお祝いにはこうこんなことをするとか。あ、まあ、あの時計、腕時計結構好きで、でもなかなかね、そのなんていうんですかね、その何かきっかけも欲しいし、購入するとなれば、うん、だしやっぱりそれはもうなんかあの次大きいとこ買ったらとかっていう感じで決めたりしますね。そうなんですね、はい、いやでもじゃあ豊ジョッキーというとやっぱ時計というと、本当前お伺いしたのはこの時計の、ま、周りの感じでもう体重が分かるみたいなこともお伺いしたんですけど、うん、そうですね、なんとなくですけどね、はい、やっぱり、うん、あちょっとやっぱりそのきつさでね、あれちょっと重いかもなとか、あ大丈夫だなとかは確かにそれは参考にする時はありますね。あそうなんです。ご褒美というとやっぱじゃあ G1 勝つまでは。そうですね、 G1 勝つまでは欲しがりませんっていう感じ。じゃあこの秋もね、本当に楽しみな対戦、ね、もちろんね、はい、園田だけじゃなくてありますしね。そうですね、はい、はい、そのあたりもまた期待しておりますのでよろしくお願いいたします。さあそれではここで締めということにね、早くもうなってしまったので、うん、改めてでは最後にこの第30回ゴールデンジョッキーカップについてご説明させていただきます。9月14日の木曜日、園田競馬場で開催いたします。2000勝以上の超一流ジョッキーが腕を競う、まさに夢の共演、皆さんぜひ現地でご覧ください。そしてご来場が難しい場合は、即パッド会員様は JRA のネット投票でも当日の園田競馬全レースの馬券が購入可能になっております。ぜひ皆さんそちらでもお楽しみください。JRA の競馬ファンの方も、そして地方競馬ファンの方も、そしてオールドファンの方々も、本当すべての競馬ファンの方々がね、楽しめる胸熱な一日ということになりそうですが、豊ジョッキーからちょっと園田競馬場にいらっしゃるファンの皆さんにちょっと一言メッセージいただいてよろしいですか？はい、はい、そうですね、あの9月14日、まあ、あの本当に実績あるジョッキーが本当勢ぞろいして、いいレースしようという気持ちみんな強いと思うので、必ずいいレース見せられると思ってます。そして僕は久しぶりにスペシャルウィークの服で乗りますので、ぜひ現地に見に来ていただければと思います。というわけで本日はレジェンド武豊ジョッキーにお越しいただきました。貴重なお話、豊さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。頑張ります。応援しております、はい。